Peggy 12. かつて世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ。私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アーヴィング。ロイド。いってー、立ったまま眠れるなんて器用ね。あ、リフィル先生、授業終わったのか。もういいわ。じゃあ今の答えを。ジーニアス、あなたが答えて。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。ちょうど今のようにね。ああ、分かってるよ。忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。では、ミコ・コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと、世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがはミコね。現在の食料不足や日照りは、マナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。ミコの旅はマナを復活させディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では次の問題は。なんだ静かに。どうやら神託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していること、よろしい。先生、私も一緒に。いいえ、コレット、神託なら祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。
姉さんに叱られないかな。大丈夫だよ。先生が戻ってくる前に教室に戻ればいいんだから。でもリフィル先生も聖堂へ向かったんだよね。ばったり会っちゃったりして大丈夫だよ多分。なあ、これと聖域の中ってどうなってんだ。僕らは中に入ったことないからなんだかドキドキするよ。ね、ちょっと暗くってお日様の光はあまり入ってなくって、なんか僕のイメージとは違うのかも。でもね、私も奥の方には行ったことないの。ふーん、あ
早く入ってみてえな。ロイド、最初はいつもやる気満々だよね。みんな、気をつけてね。こんなもんさ。ミコはどこだ？ゴレット、逃げるのじゃ。ボータ様、あれがミコのようです。よし、ミコよ、命はもらい受けるぞ。デザイアンなんかにやらせるかよ。デザイアンか。何がおかしいんだよ。ではその憎いデザイアンに殺されるがいい。かかれ。早く片付けよっと。殺せないか。決まれ、邪魔しないでった。安らかに眠れ。なんてな。暴走、我らが崇高なる目的を邪魔立てするな。下がっている。
still need to try. Don't even try it. まさか貴様が現れるとはな。一時撤退するぞ。すごい、めちゃめちゃ強いよあのおじさん。そうだな。無事か。無事のようだな。あれはエクスフィア。巫女を救っていただき、お礼の言葉もありませぬ。なるほど、この少女が今回の巫女なのかな。そうだ、信託を受けないと。おばあさま、私はこれから試練を受けてまいります。試練ってなんだ。魔物のことだろう。聖堂の中から邪悪な気配がする。その通りじゃ。巫女は天からの審判を受ける。しかし護衛につくはずの祭司たちはディザイアンの襲撃で倒れてしまったのじゃ。それなら俺がコレットの護衛を引き受けるよ。ロイドか、お前では心もとないの。お前はロイドというのか。そうだけど、人の名前を尋ねる前にまず自分も名乗ったらどうだ。私はクラトス、傭兵だ。金さえ用意してもらえるなら巫女の護衛を引き受けよう。銭腹は変えられんな。お願いしよう。契約成立だな。待てよ、俺も行く。ロイド、お前は足手まとい。おとなしくここで待っていろ。だと。聞こえなかったか。足手まといだ、帰れ。傭兵さん、ロイドも連れて行ってくれませんか。しかし。お願いです、私ロイドがいないと不安です。勝手にしろ。行くぞジーニアス。僕も行くの。当たり前だろ、子供の遠足ではないのだ。コレット、ありがとな。だって本当のことだもん。